はい、一見すると激安系の自販機かなって思いますよね。最近ほら140円が主流ですけど、ちょっとブランドノーブランドとか、ちょっとこう在庫が過剰品を集めて若干こうお安めな感じでラインナップしてんのかなとか思ったんですよね。地域ほら地域最安値で頑張ってますとか、こういう風にあの気合入ってるお安めな自販機だと思うじゃないですか。この隣ですよ、行くぞ。焼き芋売ってんすよ。1本500円ですけど焼き芋売ってんのよ。ビビっちゃってね、ちょっと一瞬たじろぎましたよ。おい、こっちのさつまいもミルクのこと言ってんのかなと思ったら、いやそうでもなくて、バシッとこうね売ってんすよね。お前買わないのかよとか言われちゃうんですけど、ダメです、今買いません。ラーメン食べた後ですから、ダメです、食えない、さすがに食べられないです。お腹の限界ってありますからね。ほい、気になっちゃったよ。普通じゃない一見って、うーんって感じですよね。お疲れ様でした。